ただいまから知事定例記者会見を始めます。本日は知事から発表項目が1件ございます。ゴールデンウィーク期間中の東北大学ワクチン接種センターにおける新型コロナウイルスワクチンの追加接種についてでございます。それでは知事よろしくお願いいたします。はい。現在ヨドバシビル4階に設置しております東北大学ワクチン接種センターでのゴールデンウィーク期間中の追加接種の予定についてお知らせいたします。報道機関の皆様には先週21日付で既に資料の提供させていただいたところでありますが、再度私からも直接お伝えしたく発表させていただきます。ゴールデンウィーク期間中の5月3日火曜日から8日日曜日までの6日間に限りまして、ファイザー社製ワクチンでの追加接種を実施することにいたします。ゴールデン期間中ずっとやってるんですけれども、5月2日まではモデルナ社製を使う、5月2日から8日までは、の6日間はファイザー社製を使うということにいたします。ファイザー社製ワクチンの接種期間中は若年層の接種率向上につなげるため、対象年齢を引き下げ、接種日時点で満12歳以上の方を対象に接種を行います。満12歳以上の方がこの期間中接種ができるということです。ただしこの期間は予約制とし、また15歳以下の方は保護者の同伴が必要となりますのでご注意いただき願います。15歳以下の方は保護者の同伴が必要となります。なお初回接種と追加接種は同じワクチンである必要はなく、例えば初回にモデルナ社製ワクチンを使用された方も追加接種でファイザー社製ワクチンを使用することが可能になります。ワクチンの早期接種については先週もこの場でお願いしたところですが、なかなか平日に時間の取れない方やファイザー社製のワクチンを希望され、まだ追加接種を受けられていない方なども一定程度いらっしゃると聞きましたので、限られた期間ではありますが、このような方々の接種機会の確保にもつながればと考え企画をさせていただきました。ただしこの期間中はモデルナ社製は使えません。モデルナ社製を希望されても接種はできません。ファイザー社製しか使えないということになります。混乱を避けるために、そのようにさせていただきました。予約は先週22日金曜日から、開始しておりますが、まだ空き状況がある状況ですので、予約サイトをご覧いただき、ぜひ接種を検討していただきたいと思います。なお、東北大学ワクチン接種センターでは、この期間以外にも平日も夜間も含め、毎日接種を行っており、こちらの当日の直接受付も行っておりますので、お気軽にご利用ください。以上でございます。ありがとうございました。つまりそれ以外は当日の直接受付も行っているということですよね。ファイザー社製だけは予約してくださいということです。3日から8日は予約してください。それ以外は当日でも結構ですよということですね。はい、以上です。ありがとうございました。ただいまの発表項目について質問を受けたいと思います。質問に際しましては、はじめに社名をお名乗り願います。それでは発表項目についてご質問ございますでしょうか。ぜひ PR お願いします。はい、なければ以上で、終了いたします。以降の進行を幹事さんにお願いいたします。はい、幹事社の NHK からにも質問させていただきます。はい、まず1点目になるんですが、ゴールデンウィーク、先ほどの発表にもちょっと絡みますけども、大型連休を前にしているということで、大型連休、人流の増加が見込まれますが、なお新規感染者高止まりが続いていると思います。そこで知事からですね、県民へのメッセージなどあれば、ちょっとお願いします。はい。特に、何らかの規制をお願いをすることは予定をしておりませんが、感染者が、新規感染者数が高止まりをしているというのは事実であります。したがって、都道府県をまたぐ移動に関しましては、基本的な感染防止策を徹底をしていただきたいと思います。また、移動先での感染リスクの高い行動は、ぜひ避けていただきたいと思います。また、会食等の機会も増えると思いますが、認証店など適切な感染対策を講じている飲食店等をご利用いただきたいと思います。長時間大声でお話をするということを避け、マスク会食を徹底するなど、うつらない、そういった行動を心がけていただきたいというふうに思います。また今お話したように、
ぜひこの期間にですね、ワクチン接種をしていただきたいと思います。しっかりルールを守って楽しんでいただければと思います。宮城にお越しになる観光客の方になりますので、ですね、おもてなしの心を持って、お待ちをしております。以上です。この質問に関して、何かございますでしょうか。大丈夫ですか。2点目になるんですけれども、はい、先週末ですね、知床の方でですね、はい、観光船 の、 事故がありましたけれども、まあ、そこで国交省なども会社に運航が特別監査とかも入れていると思いますが、県としてですね、松島などに観光船などもありますが、まあ、何かこう緊急点検ですとか、まあ、また自治体への通知など、まあ、そういう対策などあれば、お聞かせ願いたいと思います。はい、いまだ多くの乗客、乗員の方が行方不明となっております。一刻も早く救助されることをお祈りしておりますし、亡くなった方に対してご冥福をお祈りしたいと思います。観光船などの運航管理は、これは県では都道府県ではなくて、東北運輸局の海上安全環境部というところが所管しておりますので、県として特に何らかの対応を今考えておりません。ご質問がある場合は、東北運輸局の方に確認をしていただきたいと思います。私ども今確認したら、この事故を受けて対応を内部で検討しているという返答が東北運輸局からございました。ゴールデンウィークということで、多くの方がお越しになって、遊覧船等を利用なさる方も多いと思いますので、安全管理は徹底していただきたいというふうに願っております。ありがとうございます。この質問について何かありますでしょうか。はい、じゃあ幹事社からの質問は以上になります。はい、はい、ありがとうございました。それではその他の案件で質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。はい、新報の池田と申します。先日津波防災地域づくり法に基づいて津波想定図に関して5月10日に、発表されるというような加藤常任委員会で、ご指摘をされました。はい、そのことに関して、質問が何点かありまして、なぜ5月10日というところに日付を設定したのかというと、このタイミングでどうしてその日付だけを公表されたのかという理由、この2点をお伺いしたいんですが、よろしくお願いします。はい、今準備を進めておりまして、その関係で5月10日ということになりました。特にこの日でなければならないということではありませんでしたが、常任会でそういうことをいつ発表するのかという非常に皆さん関心がありましたので、5月10日という日にさせていただいたということでございます。特色もそうなんでしたっけ。5月10日という日付だけを先に。なぜ日付だけね。はい。準備期間が必要だったということなんですけれども。はい。ごめんなさい。あとですね、委員からも、この津波が来ないと思って移転した時に、もしその浸水区域になった時に混乱しかねないというような指摘もあって、県としても適切な情報提供というものが一つ今後鍵を握ってくるかなとは思うんですけれど、はい、これは発表した後の話でのつもりになるんですけれど、はい、どういったその沿岸部の地域に住んでいる方のケアでしたりとか、引っ越した方とかケアというのはどういうふうに手立てを講じていきたいかって何かございますでしょうか。はい、発表してからということにはなりますけれども、そもそも防潮堤で全て守られるというものではなく、L1 を防潮堤で守る。今回は L2 という、今回東日本大震災をさらに超える満潮時で、そして1メーター地盤沈下をして、防潮堤が壊れるといったようなことを想定した、東日本大震災をさらに超えるような、想定だということでございます。したがってですね、防潮堤で全て守れるわけではなく、浸水域は広がっているというのはこれも当然のことであります。ただし、今までずっと我々町づくりはですね、本日並み
を対象に、を、想定をしてやってきましたので、今回、それを超える津波が来るということになりますから、東日本大震災を超えるわけですから、我々が想定したよりも当然浸水域は広がっていくということになり、いろんなところがですね、準備していたところが、多く失礼しました。町づくりが終わったところがですね、浸水をしてしまうということは、これは考えられるというふうに思います。ただもう一度新たに町づくりというわけにいきませんので、我々当然そういったところに意識を向けまして、しっかりと説明をするということ、そして、何かあったときにはですね、まあ500年に1回、400年、500年、1000年に1回ということでございますので、我々が生きている間に、ないかもしれない可能性は随分高いわけでありますけれども、そうであってもいつ起こるか分かりませんので、いざという時のためにですね、しっかりと訓練をして避難できるようにしていく、これが何よりも重要なことだというふうに思っています。はい、分かりました。ありがとうございます。この件に関しまして、他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。NHK なんですけど、ジョニーサイの件で出た件について点を伺いたいんですけども、はい、ウクライナの支援についてですね、はい、仙台市は支援住宅を一般に入れるという表明を先月しまして、はい、その支援の、まあ、それぞれの支援をすると説明したんですけども、はい、県として何かこう支援というものをどう考えられるのかということを、はい、宮城県もですね、県営住宅を準備をさせていただきたいというふうに思っております。このウクライナからの避難民への支援につきましては、国が一元的に、地方自治体や企業等の支援の申し出を受け付けておりまして、避難民とのマッチングにつきましても国が行うことになっておりますので、県が準備する県営住宅につきましてはですね、国の方にこういう準備があるということをお話ししたいというふうに思っています。はい、もう今すでに準備を進めている。自分でいいんですかね。事故というか数を言っていいのかな。わかる。はい、大丈夫だね。はい。はい、8個準備しております。はい。はい。この件に関しまして他にございますでしょうか。また合わせて宮城外国人相談センターにおいてウクライナ語にも対応した避難民向けの相談体制、これを整備しております。宮城県にはウクライナからお越しの方もおられますので、お住まいの方もおられますので、そういった方にもご協力いただきながらですね、避難されていただきましたらしっかりとサポートさせていただきたいというふうに思っています。わかりました。ただ入居のマッチングは国の方でやっていただきます。はい、はい、どうぞ。8個ということですが、場所はどちらになるんですか。言っていいのかな、場所。とりあえず。場所につきましては、具体の指導を含めば、こちらでは今は申し上げられませんが、結構はどこか。マイク持ってもらうから、マイク。県から問い合わせたら、ところではありますが、具体の市町村名は全て述べるのは差し控えますが、仙台市や石巻市など複数の市町村がすでに避難民向けの国民を知っているというふうに伺っています。県の8個、はい、県の8個、はい、県の8個につきましては仙台市や石巻市など5市町のにある物件となっております。この件に関しまして他にございますでしょうか。はい、どうぞ。家屋新報水野です、はい、その8個という規模感なんですけども、はい、例えば他県だと100個ぐらいですね、確保するといった点があったかなと思うんですが、はい、その8個という規模が妥当だと考えながら、もっと増やすと考えます。はい、検討しました。実はどれくらい需要があるか全くわからないんですよね。それと県営住宅に入りたい、お風呂付きの県営住宅なんですよ。コロナ対応を考えて準備したものですから、ですから県民の方で入りたいのに入れない方もおられる中で、ウクライナからと来られる方だけを優先していいのかという議論もありまして、まずはどれぐらいの需要があるのかという見定める意味でもですね、まず8個、無理のない範囲内でお出しをして、
そして、県民の理解が、まあ、どうやって得られる、我々入りたいのに、なんでウクライナ人を優先するんだという声が出るかもしれませんので、ですからそういったような声をしっかり聞きながらですね、バランスを取らないといけないということで、8個という形にさせて、今出せる、最低限の数ということにさせていただいています。あとですね、常任議会では委員から、災害公営住宅の活用というのも検討してほしいというのは趣旨のお話でもあったんですけども、こういったあの施設に対しての見解は、はい、災害公営住宅は県営のものは一つもありませんので、基本的には市や町がどう考えるかということだというふうに思います。まあ、最優先は被災者のための建物ということで、税金を使って作ったものですから、まあ、被災者の皆さんが最優先、でその後、町民や市民をということで介護している部分もございますので、まあ、そこに、そういった海外から来られる方もということでお考えになるのは市や町の判断ではあります。ありがとうございます。この件に関しまして他にございますでしょうか。ただの、まあ、生活が非常にお困りの県民の方もたくさんおられますので、まあ、やはりこちらのことをまずは第一義的には考えるということが私は大切なことではないかなとは思っております。その上で余裕のある分で協力をしていくということがやはり、一番重要だと私は考えております。この件に関しまして他にございますでしょうか。はい、どうぞ。新聞の三井と申します。よろしくお願いします。今の住宅に関連してなんですけれども、この8個というのは最も早くてどのタイミングから準備可能なんでしょうか。すぐ大丈夫ですよ。わかりました。これは国にはいつ準備できますということは結構一つ伝えられたんでしょうか。もう国に伝わってるよね。いつ言ったかわかる。マイク持ってきます。国に、受け入れ大丈夫です、8個大丈夫ですって言った日にち4月10日前後。もし正確な日にちを教えてほしければ後でマイクにしますが、別にいいすごい、まあ、今月の上旬、4月上旬で言ってきました。4月上旬には国に伝えました。こういろいろと県民のこう必要とされている方との兼ね合いで8個というのが決まったということですけれども、この、まあ、こう検討をですね、始めたきっかけというのは、この県からのこちら的な議論ですけれども、そのあたり、ちょっと詳しくお願いします。はい、非常に県民の皆さんの関心も高いということで、まあ、この日本としてウクライナを支援するという方針が示されておりますので、この難民と言われる方は世界中にたくさんおられるわけで、なぜウクライナ人だけなのかという議論もあったわけですけれども、まあ、これは県民の理解が得られるだろうと判断をしたということです。まあ、それだけ県民の関心も高いということで、ある程度優先順位を上げてのですね、理解をしていただけるだろう。ただ、すべて解放するということになると、入居したいのに入れないと。なぜ我々が抽選に漏れて入れないのにという不満が出るでしょうか。そこで、理解のできる範囲内ということで発行にさせていただきます。ありがとうございます。はい。この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。仙台放送の小山です。週末でちょっと多摩地方のもう一つは岡間の道路の岡間の方で質問がありました。はい、こちらの方に質問してくれると、こちらも県庁と何か対応があるのかどうか、県庁のお子さんにお伝えください。はい、非常に残念でありました。これまでも蔵王山、火山防災協議会に参画いたしまして、立ち入り禁止看板設置による注意喚起や有事の際の準備を行っておりました。また県などで作成をいたしました宮城蔵王トレッキングマップで登山者に対しまして当該地区への立ち入り禁止を表示しているところでありますが、今回の事故を受けまして改めて蔵王山頂レストハウス内等でお釜周辺に立ち入り禁止の表示を改めて行って利用者に注意喚起を行いたいというふうに思います。
まあ、あの立ち入らないでくださいというふうには表示はしていたんですけれども、まあ、今回、ああいう形で、歩いていかれてということを非常に残念に思います。二度とこういうことが起こらないんですね、まあ、こういう事故があったということを含めてしっかりと周知をしていきたいというふうに思います。この件に関しまして他にございますでしょうか。なければこの他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。川村さん、通信の川村です。はい、新型コロナの関連なんですけれども、はい、コロナが流行りだしてもう2年以上経つことになるんですが、その間県庁の働き方としてですね、オンライン会議とか在宅勤務とか自宅出勤などいろいろな導入をされてきたと思うんですけれども、そういった取り組みの職員への浸透状況といいますか、今後の状況について知事の目から見てどのように見ておられますでしょうか。はい、我々は公務員であり、公僕ですので、やはり、県民の皆さんに、接してですね、対応しなければいけない事業がたくさんございますので、民間企業のように、どんどんというわけではなかなかいかないんですけれども、できる範囲、できる限りですね、できる範囲で、人との接触を避けるように、まず我々から県民の皆さんの模範となるような行動をしましょうということを決定をしておりました。かなり、浸透してきているというふうに思います。情報管理のためにパソコンの持ち帰りができないように今までなってたんですけれども、そうやって、持ち帰りできるようなパソコンも準備をいたしましてですね、家で、働けるような環境も作りました。かなり浸透してきているというふうに思います。知事の公務の中でもですね、オンライン会議だったりとか、はい、出張が減ってきたなどのいろいろな、メリット、デメリットも出てきたと思うんですけれども、うん、その際の知事 の, お仕事の中でどういうふうにお考えになっていますか。はい、実際私も、出張時にですね、会議があって、あるいは出張時に会議があってオンラインで参加したこともございました。まあ、マスコミの取材が入った時もございました。今までと違って、外出時からですね、会議に参加するということに対してそれほど抵抗もなくなったので非常に良かったのではないかなと思います。また知事会も今までは、オンラインというのはほとんどなかったんですけれども、まあ、今も頻繁に行われるようになりまして、知事が全員参加するということは今までなかったんですが、ほぼ全ての知事さんが会議に参加し、意見が述べれるような環境を作れました。まあ、非常に良かったのではないかなというふうに思います。ありがとうございます。はい、この件に関しまして、他にございますでしょうか。なければ、その他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。関係事務の奥原と申します。はい。1日に先導事業の民営化が始まりました。これまで過去6年間ぐらいですかね、いろんな方々が反対されてきたかなと思いますけども、例えばこう、始まって25日、この間なんかこう、寄せられた意見であったりとか、品質、水道品質の品質がですね、なんかこう低下したとか、そういうような注文があったかどうかなど、お聞かせいただければなと、その上で改めて、意義について教えていただければなと思います。私のところには何も届いてない。担当いますか？いない。水道管来てない、ね。確認します。後で内向、もし何かあったら内向にしますので、こういう意見があったと言われます。はい、知事のもとには、そういった不満の声というか、なんかこう、悪評とかですね、こういった日がなんかこう、悪いことがありましたみたいな、この話は届いてない、全く届いてないですね。はい、で、その上で、いろいろとこう反対派の方々が、懸念されているところもあったと思うんですけども、その上で、全国初のこの事業、はい、初めて、特に教育するんですけど、改めて以上、お聞かせください。はい、非常に注目をされておりまして、会社式の時に社長さんが、責任があると、ミスは許されない、責任を持ってしっかりとやりますし、何かあった時には包み隠さず、
帳簿を開始したということをマスコミの前で話をされました。非常に心強く感じた次第です。先日も広島県との2県知事会をやったんですけれども、その際も、最後の記者会見ぶら下がりの時にですね、広島県知事から、予定されてないことだったんですけれども、突然、宮城は上高下の宮城型管理運営方針というものをされましたと。非常に、いい素晴らしい取り組みだと思っていて、我々も考えなければならないというような問題だというようなことをお話になったわけであります。それだけ、他県、私もその話を一切、その間話さなかったんですけども、突然その話が出たということで、やはり関心を持っておられるんだなということを感じました。全国のモデルになるようにですね、しっかりと進めていく。まずは、品質をしっかり管理する、徹底して管理する、事業者任せでなくて我々も責任を持ってやる。そして水道料金が上がる下がるときに必ず理解に図ってですね、理解を得られないですね、進めていく。県民の皆さんが水道料金が上がるんじゃないか、水質が悪くなるんじゃないかという心配をされているわけですから、そういうことがないということをですね、しっかりと証明していく。でトラブルがあったときには、もう私も積極的にですね、早め早めに県民の皆様にお知らせしていきたいというふうに思っています。そういう形で信頼を勝ち得ていく。そして最終的には、また20年後に継続をしたいと思う県民の皆さんが積極的に思ってもらえるようにしていきたいというふうに思います。この件に関しまして、他にございますでしょうか。なければ、その他の案件でございますでしょうか。家屋振興の話です。はい、先ほどちょっと、津波の浸水想定図のことで質疑があったと思うんですけれども、はい、その中でその5月と3月で準備期間が必要というふうなご発言があって、その準備期間というのは、具体的な準備というのはどのようなものを考えているのかということと、はい、どのようなものがあるのかということと、あとその、常任会で関心があるので発表するのかというのを伝えたということもあって発言があったんですけれども、はい、県民の方も多分その沿岸部に住んでいる方はすごく関心があって、でそういう方に対してその突然10日に発表するよりは少し早めに言った方が、住民の方への配慮になるかなと思うんですけど、その点はいかがでお考えかを聞かせてください。はい、関係者にある程度こういう内容ですということをですね、関心が高いことでありますので、お伝えをしていく。アイテムも予定が入りますので、ゴールデンウィークも入っているということもあってですね、多少時間を余裕を持たせていただいたということであります。突然、パッと出すわけにはなかなかできませんので、ある程度時間をいただいたということです。で、5月10日というのを決めていて、それを4月21日の常任委員会でですね、5月10日であるということを、初めにあらかじめ告知をさせていただいたということです。早い方が、少しでも早い方がいいということなんでしょうけれども、そういったことで、関係者にですね、一定程度こう説明した上でお話をさせていただいた方がいいかなと考えたということでございますので、お聞きいただきたいというふうに思います。ちょっと細かいですけど、関係者といった場合は、市長、区長とか、あと市町村とか市長官、沿岸市長の担当者というか、そういうところに情報、もうすでに内容は伝えている。今、伝えつつあるということですね。はい。この件に関しまして、他にございますでしょうか。なければ、その他の案件でございますでしょうか。はい、どうぞ。はい、水野さん。マイクお願いします。はい、別件にありますけども、コロナのですね、大名食事券と GoTo イート食事券が今月で使用できなくなるということで、この前の市場委員会でですね、使用の延長ですね、これを国に求めてはどうかというような
指摘があったんですけども、この延長を検討して求める考えがあるのかどうか、どう聞かせてください。はい、これはもうどこまで行ってもですね、忘れてたという方、という方おられますので、今一生懸命新聞の広告であったり、テレビのコマーシャルを流しながらですね、告知をしておりますので、これについては、ここで一回切らざるを得ないというふうに思っています。ただし、国に対して、また改めて、仕切り直してですね、GoTo イート、食事券、そういったようなものをまた継続をし、再開、ごめんなさい、もう一度やってほしい。改めてです。改めてもう一回やってほしい。ということはお願いするべきだというふうに思います。これは同様の趣旨、需要を喚起するそういうことです。別な形で、はい、ただ、この利用権はもうかなり伸ばしやってますので、さらに延長というのはちょっと難しいだろうというふうに思います。国もどこか一回予算を切って生産しないといけませんので、これはもう4月の終わりということにさせていただいて、そして、改めて、別の形で同じような趣旨でやっていただきたいということは要望したいというふうに思います。この件に関しまして他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。はい、なければ以上です。市定例記者会見を終了させていただきます。次回の定例会見は5月9日月曜日11時30分からを予定しております。皆様大変お疲れ様でございました。ゴールデンウィーク少し休みください。